さあ今日もですね、まあ、連続して動画を撮ってはいるんですけども、木沢小学校でのイベントでの公開収録第3弾ですね。今日はですね、これはモーターサイクルファンタジーですかね、もしかして、はい、見てる皆さんはという形になるので第1弾かもしれないですけども、なんとですね ZX10 が来ておりますということでですね、ちょっとこの ZX10 についてですね、今日はまあ触れていきたいと、そんな動画でございます。はい、珍しいですね。ちなみに ZX10 の歴史をすごいざっくり、僕もそんなに詳しくないんですごいざっくりお話ししますけども、皆さんよくご存知の GPZ900R、 あのトップガンのやつですね、はい、の、GPZ900R がですね、まずですねこのバイクの元をたどっていくと先祖という形になります。そこからですね、GPZ1000RX ですかね、そしてそこから ZX10 へと流れてくるという感じでこのモデルがあります。そして2年ほど販売した後にですね、その後はですね、まあ、またご存知の ZZR1100、まあ、全部古いバイクばっかりですね。それだけ歴史があるバイクにはなるんですけども、これは88年モデルぐらいですか。そうです、88ですね、はい、1988年モデルということでですね、今日はそんな歴史があるオートバイが来てくれてます。今日はですねこのバイクのオーナーの尾垣さん来ていただいてます。すいません、ちょっといくつか質問させてください。はい、このバイクは、実際今乗ってる方は相当いないと思うんですけど、やはりこだわりですか。 900R に昔乗ってたんですけど、はい、その時に、まあ、メーカーの純正進化版みたいな、はいはい、このマシンがずっとこういいなと思ってて、はい、買われたのは結構前ですか。じゃあ、10年ぐらいですかね。あ、はい、じゃあもう当時も旧車でしたよね。そうですね、はい、結構苦労されてます今は。そうですね、パーツがもう出てないんで、はい、まあ、川崎の他の車両から流用して持ってくるって感じですね。もうそれ完全にあのショップ仕事ですよね。そうですね、そうですよね、はい、なかなか難しいですよね、はい。はい、ただですね、ちょっと見た感じでもですね、まあ、今アンダーカウルはこれ外してるんですか、それともない、取っ払った感じです。あ、外してるんですね。そうです。それなんか冷却とかでですか。そうです、暑いからとか、はい、あとスタイルで、ああ、見た目で外してらっしゃるってことですね、はいはい、そんな感じになってます。純正はこれアンダーカウルがついていますね。ちょっとね ZZR の1100のイメージがもうあるんですよね、顔の方にも。ここにですねちょっと穴開いたりとかしだすと、そっちになっていくんですけども、その過渡期2年ほどしか生産されてないバイクになってます。ただですね、パッと見私みたいな仕事の人間はですね、つい目で点検とかしたくなっちゃうんですけども、結構整備がちゃんとされてる感じの車両になってますね。そしてこれフォークの突き出しはこれ標準じゃないですよね。そうです、フォークが、忍者 900R のものを入れてるんで。あ、なるほど、それに合わせてっていう感じですね。そういうことですね。だからこれバーハンなんですね。そうです、はい、そういうことですね。それやっぱりちょっとポジション的な問題ですか。これリアを18インチから17インチに落として、はい、お、気づかなかった。はい、あ、本当だ。でそれに合わせてサスペンションも変えたんで、はい、まあ、それに合わせたフロントフォークになってる。そういうことですね。それはそのメンテナンスのために、維持のために、例えばもうパーツが出ないからフォークを変えたりとかっていう話ですか。17インチダウンするために合わせたっていう、ね。ああ、じゃあカスタムですね。そうですね。あ、なるほど。という感じにですね、もうこの辺になってくるとオーナーの方のこだわりもですねちょっとだいぶずれてくるんですけども、かなりですねクロートじゃないとこういう風にはならない仕様になってます。結構多分いろいろその10年間やられてますよね、試行錯誤を、ね、はい。川崎のこの辺乗る方ってやっぱり結構ねこだわり強い方多いんですよね。で、まあちょっとね標準的な話に戻ると、まあ、メーターの方ちょっと見てみましょう。すごいですよこれ、ほらもうメーターが300キロまで、はい、皆さんが大好きなアナログメーターで300キロまで刻んでますよ。皆さんアナログメーター大好きですよねなんでデジタルにするんだよってみんな言うんでしょそんな感じでですね、はい、皆さん憧れのアナログメーターがですねなんと300キロまで刻まれている。やはりですねハイスピードツアラーという立ち位置でですね出てきておりますので、こういうようなですね、メーターも、標準で当時からついているという感じになってます。そうですよね、これ標準ですよね。そうです、はい。そして、まあ、一応ざっくりどんなバイクかっていう話は分かりいただけた、まあ今でいうハヤブサとかアイノのご先祖様になるんですよね、ジャンル的に言えば。あとはまあちょっと細かい話をすると、このバイクだと GPZ1000RX の後継になるんで、違いとしてはこのシリンダーヘッドの小型化ですね。シリンダーヘッドが GPZ1000RX は1個のカムに対して Y 字型のロッカームを使って、まあ、バルブを2つ押している感じのところからですね、1カムあたり1バルブ、
そこからまた後の時代になってくると、ついこの前まではまた6カーム復活するんですけど、この時は1カムあたり1バルブの直押しに変わってきているというところで、シリンダーヘッドのコンパクト化をしているとかですね、あとはバルブの挟み角ですねを最適化ですね、バルブってこうついてるんですけど、ここの燃焼室の形状でバルブの挟み角が、時代によってですね、だいぶ熟成されていって、よりこう燃焼がきれいに回るようにとか、パワーが出るようにとか、シリンダーヘッドをコンパクトにするように、エンジンがですね、この上、このシリンダーヘッドっていうのは機械がいっぱいついてるんで、しかも回転物なんで重たいとバイクの運動性能にものすごくですね直結するんですよね。だからそういうところがですね、過去の1個前のモデルに比べると進化したモデルがこの ZX10 ですね。こんだけのモデルを作っといて2年で ZZR11 にフルチェンジするほど、当時はまあバブリーだった日本があるんですけど、そういったところもですね見ることが、だってここまでやってるんですよ。そして、メインフレームが、1000RX に比べて4キロ 4.4 だったかな、軽量化のアルミフレームになってます。そういうところもですね、贅沢な、この当時で言うとすごくですね贅沢な進化ですね。今だともう当たり前なんですけど、今はさらにこういうアルミではなくてダイキャストですね、フレームがより複雑になるんですけど、当時はこういうシンプルな形状に溶接で、そして複雑な形状のものを作って、まあ、いてあって、ここはアルミのパーツで溶接でつなげたりしてですね、まだアルミフレーム自体もですね、時代の走りですね、アルミフレームがついてることがすごいという時代の作り込みをですね今見ることができます。エンジンがすごく横幅大きいので、今の静止式違うでしょ、エンジンがすごく大きいのでメインフレームもものすごく湾曲してますね。それを抱え込むように、ここは細く作らないとまたがれないですからね。というところでですね、まあそういったところも含めて、非常に歴史を作った1台、そして今はなかなか見ることができないので、まあこういうところで登場するっていうのはですね、すごく ありがたやになります。皆さん、これは ZX10 見たよって言える、すごくですね珍しいオートバイ、そして当時の時代背景ですねをですね、もう見ると年々変わっていく時代のバイクなんで、すごくですね興味深いというバイクになってます。それではですね、ちょっとまたがらせていただきます。まだねダブルシートなんですよ、ほらこういうところがまだハイスピードツアーなんですよね。でシートもすごい柔らかいですよ、今のバイクとは大違い、これを見本に作れって話なんですよね。はい、さあずしっと、すごくですね起こすだけでももう重量感が違うのと、めちゃめちゃ遠いですね、カウルの先端がもう手なんか絶対届かないぐらい遠くにある、こういったところもですねすごく時代を感じさせる部分ですね。かっこいいですよ、後派で。ちょっとエンジンかけさせてもらいます。調子いいですね、一発ですね。これマフラーノーマルじゃないのでちょっとあれですけども、やはりこの時代独特の、のぶとい音、そしてエンジンもですね、はい、こういった感じでメカノイズもですね、もうめちゃめちゃ耳に届くメカノイズがあって、これ壊れてるとか調子悪いんじゃないんですよ、もうこういうものなんですけども、そういうところもですねオートバイを操ってるなっていう感じにさせる、そんな感じになってます。さあそんなわけでですね、今日は ZX10 を、見させていただきました。こういうのって調子よく維持するのってすごく今お金がかかったりはするんですけども、やっぱりですね質感が全然違うんですよ。どっちがいいどっちが悪いの話ではないですよ。今の 1000cc のバイク、同じようなジャンルのオートバイと、この時の80年代後半の 1000cc クラスのオートバイっていうのはですね、全然まあもう雰囲気とか質感とか、アクセルを回した時の雰囲気、アクセルブーンだけで戻る時にブルブルってする感じとかですね、いろいろちょっと全部違ってきます。ただそういったところをですね現代に聴衆と維持をする、そしてそれを今の時代に味わうっていうのもですね、まあいろいろな比較ができて新鮮で面白いんじゃないでしょうか。